い、どうも、もこです。今日の動画は、はい、こちら竜と蛇の違いについての動画になります。私の考察とか感じたこととかも入ってます。竜と蛇っていうといろんな説があるんですよね。まあ全く違うっていう風に言われる説だったり、同じだよっていう説だったり、あとはまあ蛇が進化とか神格化したのが竜っていう風に言われてたりとかね、まあいろんな説があるんですけど、この動画ではね、どれが正解とか正しいかっていうことではなくって、たくさんある説の中から一番自分がしっくりくる説をね、採用してもらえたらなと。で、まあそのたくさんある説の中から、まあどれがいいかなって、その選ぶ材料の一つとして、この動画も入れてもらえたらなって思って撮ってます。で、まあその諸説ある中から、まあ私の見解についてね、お話をさせていただきますね。私の見解としては、竜と蛇っていうのは本質的には同じです。で、ただ、より正確に細かく表現すると、同じ側面もあれば異なる側面もあるっていう感じですね。わかりやすいのでいくと、竜って上空泳いでる。飛ぶっていうか、まあ泳いでるって感じですね。で、竜はだから上空にいるのに対して、蛇っていうのは地を這っているんですよね。これはどういうことかっていうと、竜は上空、だから上ですよね。天に近いというか。なので、竜っていうのは上空にいるっていうのもあるので、エネルギー的には、竜っていうのは竜でもあるんですね。流れの竜。なので、エネルギーの流れを運ぶとか、つなぐとか、そういうような意味合いを持っていて、竜っていうと、何かこう、ステージが変わるとか、何か新しいスタートを始めるとか、まあそういった全体的な変化とか上昇とか、そういった時にね、竜や竜神さんにまあサポートしてもらうとまあいいかなっていう感じですね。で、その竜に対して蛇っていうのはまあ地を這っている、まあよりだから地球とか地に近い存在ってことなので物質的なんですよね。だから、蛇の持っているエネルギーっていうのは、より物質に近い金運とか財とか、物質的な豊かさみたいなのは、すごくこう、蛇が持っているエネルギーというか、まあ、昔からね、その縁起がいい生き物みたいな風にも言われたりしているのでね、まあ、全体的な変化とか、上昇とか、スタートとか、なんかそういうのを竜が、流れを司るのが竜に対して、蛇はより物質的な豊かさに特化しているみたいな。なんかそんな感じのニュアンスで捉えてもらえたらいいのかなと思います。ね、蛇ですごく有名なのだと、まあ、白蛇さんで有名なのだと弁財天さんですよね。弁財天さんは、白蛇がね、まあその弁財天さんの化身って言われてたりとか、まああの白蛇がまあ神様の使いみたいな。言われてたりとかするんですけど、まあ、弁財天さんは白蛇と一緒にね、あのいらっしゃるみたいな感じなんですけど、弁財天さんもやっぱりその金運とか財とか豊かさみたいなものをまあ司るっていう風に言われてるんですよね。で、ここで面白いのが、あの実は竜のルーツをたどっていっても、弁財天さん、白蛇さんとか、まあ、蛇から辿っていっても、で、プラスもう一個ね、お稲荷さん。お稲荷さんから辿っていっても、実は、どれも辿り着く同一神って言われるね、共通の神様がいらっしゃるんですね。で、その神様は、どなたかっていうと、はい、こちら、宇賀神さんって言われている、おじいちゃんの頭しますね。これね、人の頭に、蛇のとぐろを巻いたような、まあ、蛇の体、人頭邪神っていうね、人の頭と蛇の体を持った神様なんですね。で、宇賀神さんって言うんですけど、弁財天さんは、弁財天さんと、まあ、宇賀弁財天っていうのがいて、で、その、まあ、宇賀弁財天さんも同一神って言われてて、で、宇賀弁財天さんと宇賀神が、また同一神っていう風に言われてるんですね。で、お稲荷さんの方で行くと、あの、伏見稲荷とかでね、お祭りされてる、神社系のお稲荷さんって、宇賀の御霊の神っていうね、あの、神様がいらっしゃるんですけど、で、その、宇賀の御霊の神っていうのが、宇賀神さんとか宇賀弁財天さんとも、まあ、同一っていう風に言われてるから、結局ここ一緒なんですよね。で、竜神さんも水を司る神様っていうことで、竜と水っていうことで出てくるのだと、有名なのだと一木島姫さんとか、あとはもうトップオブトップみたいなので、瀬織津姫さんとかいらっしゃったりするんですけど、そういうね、女神さんとか辿っていくと、やっぱり弁財天さんと同一神で、そこでこう辿っていくと、やっぱり宇賀神さんに辿り着くみたいな
感じなんですね。で、結構いろんな説があって、別にどれが正しい間違ってるってわけじゃないんですけど、龍と稲荷は仲が悪いとか相性が良くないとか、なんかそういう風に言う説とかもあったりするんですけど、私が感じるね、その神仏とか世界観、あくまでも私のフィルターを通して見ている世界では、神仏同士で喧嘩したりとかっていうのがなくって、どちらかというとなんか私の世界の神様たちは割とこうユーモアがある感じの方たちがすごい多くて、でまあまあまあそれはいいんだけど、結局ね、だって龍神さんっていうのは水を司る神様で、雨乞いとかね、雨を降らしてくれたりとかしてくれて、でお稲荷さんとかは五穀豊穣とかね、だから農業とかで雨が降って、で豊かに実って、で豊作になってみたいな、だから私たちにとってのすごくこう豊かさだったり豊穣とか、そういったことに結局全部つながってんですよね。龍神さんも、だからその雨乞いもそうだし、お稲荷さんの五穀豊穣もそうだし、で蛇さんとかの金運とか財とか、そういうのも結局私たちにすごくこう豊かさをもたらしてくれるっていう存在なので、そういう意味ではみんないい神様たちってまとめ方雑、でもね、私はそんな風に思ってるので、私はだからどの神様もみんな好きです。そんな感じでね、まあ龍はエネルギーの流れっていうのをつかさどるっていうのに対して、蛇やお稲荷様はより地に近い物質的な、まあ、豊かさとか繁栄とかね、まあそういったものをつかさどるみたいな、なんかそんな感じのニュアンスで持っててもらえたらと思います。あ、ちょっと余談だけど、お稲荷さんって神様系の、お稲荷さんと、あと仏教系のね、お稲荷さんといらっしゃって、さっき言った羽化の御霊の神っていうね方は、まあ、伏見稲荷でね有名なんですけどね、神社系のお稲荷さんになりますね。で仏教系で有名だとね、豊川稲荷っていうね、豊川稲荷にお祭りされてるのは、まあ仏教系のねお稲荷さんになって、滝二天さんなんですけどね。お稲荷さんって一言で言っても、羽化の御霊さんとね、まあ滝二天さんでね、神社系とね仏教系だとね、まあだいぶちょっとこう本質的には一緒の部分もね、側面もあるんだけど、ここはね、またちょっとそれぞれ別っていう感じでね、分けて考えてもらえたらいいのかなと思います。これね、まあ、詳しく知りたい人いたらまた別の動画でお話しますね。で、ここまでがその龍と蛇のエネルギー的な違いっていうことについてのお話の一つなんですけど、もう一つね、ここからはちょっと私の考察とか、個人的に感じたこととかのお話もちょっとこう、だいぶ混ざってくるんですけど、古来の日本では、やっぱり龍イコール蛇みたいな感じだったと言われているんですね。それこそね、縄文時代とかは蛇は神聖な生き物みたいにされていてね、すごく特別視されてたっていう風にも言われてるんですね。で、なので結構ね、神社とかでも蛇の神様みたいな感じでお祭りされているところって結構ね、古い神社だったり、あとはその土地に昔からいらっしゃるというか、そう、土着神って言われるようなね、古くからある神社だったり土着神だったりっていうのが割と蛇の神様が多いかなっていう、個人的にね、すごくそういう風に感じているんですね。で、例えば有名なところで行くと、私の大好きな奈良県にある大神神社、ここのね、大物主さんっていうね、まあ、神様を祭りされてるんですけど、この神様は蛇の神様っていう風に言われてるんですね。あとはもう龍と蛇の両方を合わせ持つ龍蛇神っていうのがいらっしゃるんですけど、まあ、龍蛇神で有名なのだと出雲大社とかね、あとは壱岐島とかね、は龍蛇神ですごい有名なところだったりするんですけど、そう、あとはね、龍蛇神で言うと広島の厳島神社ってあるじゃないですか、宮島ね。で、これね、厳島神社に私が行った時に、まあ、感じたことなので、実際のところがどうなのかちょっとこれは分かんないんですけど、厳島神社って宗像三女神ってね、水の女神様ねがお祭りされているんですけど、もともとは宗像三女神じゃなくって別の神様がもともとはお祭りされてたっていう風に言われてるんですね。で、そのもともとお祭りされていた神様は何かっていうと、厳島大明神っていう名前で、まあ、祭りされてた神様なんですけど、で、私がその厳島神社にね行った時に感じた、その厳島大明神の姿っていうのが、
もうなんかね、海の中にあるなんか巨大なもうトンネルみたいな、なんて言うんだろう、ものすごいね、白くて巨大な海蛇みたいな、なんかそういうビジョンだったんですよね。だから私の中では厳島神社にお祭りされている厳島大明神は龍蛇神、巨大な海蛇のような、まあ龍蛇神様なのかなっていうふうに思ってます。そんな感じで結構ね、古くからある神社とかはね、蛇の神様とか龍蛇神だったりが多いのかなっていうのが個人的には思っていて、であとは土着神っていうので行くと、長野のね、諏訪大社に御釈寺様っていうのがいらっしゃるんですね。土着神ですね。で、この御釈寺様も蛇の神様みたいな感じで言われているんですけど、ちなみに余談なんですが、女神転生っていうゲームがあったんですね。で、その女神転生っていうゲームに、まあ、御釈寺様も登場していて、どんなゲームかっていうと、悪魔とか天使とか神仏とかが出てくるロールプレイングゲームみたいな感じなんですけど、まあ、その女神転生っていうゲームで描かれている御釈寺様の姿っていうのは、蛇っていうよりは、他のあるものの姿で描かれているんですね。まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、で、そのあるものって何かっていうと、おっですね。古来、その土着信仰では、蛇神さんね、邪神信仰と合わせて、生殖器崇拝っていうのもね、すごく有名だったんですよね。まあ、子孫繁栄とかね、豊かさをもたらすっていうことだと思うんですけど、だから、まあ、その土着神でもある御釈寺様っていうのは、おそらくその蛇でもあり、その生殖器崇拝の、だからおっでもありみたいなね、感じで描かれているんだと思うんですね。実際にね、今もね、数は少ないかもしれないですけど、そうやって生殖器崇拝っていうことでね、まあ、いわゆる弾痕っていうんですか弾痕の形をしている石がね、お祭りされてる神社とかもね、あったりするんでね、そういうところとかもね、ちょっともう行ってみたら面白いかもしれないですね私は好きです、そういうとこ行くのもねそう、これでもう一個余談なんですけど、その女神転生っていうゲームではね、登場する神仏とかのいろんなね、神様とかの名前に特に様っていう風に継承をつけずにね、もともとは作られていたそうなんですね。なので御釈寺様も御釈寺っていう形で開発の段階では作られていたらしいんですけど、本当かどうかちょっとわかんないんですけど、まあその御釈寺っていう名前で制作をしていた時に、開発の段階でちょっといろいろなこう怪奇現象が起こったりとかがあって、でまあこれは御釈寺様のたたりだみたいな、呪いだみたいなこともあって、御釈寺様っていう風に実際のそのゲームの名前にも御釈寺様っていう風につけたら、そういった怪奇現象がピタッと収まったっていうようなね、なんかこう話も、ゲーム好きな人だと有名な話なのかな、うん、だいぶ話が脱線しちゃったんですけど、だからね、土着神とされている、まあ、御釈寺様とか、あとはまあ古くからいらっしゃる神様っていうのは結構龍の姿っていうよりは割と蛇っていう感じで描かれているところが多いのかなっていう印象があります。あとはインドでは龍イコールナーガっていう風に言われていて、で、ナーガって実は蛇の姿してるんですよね。まあ、これもまたゲームネタに走ると、ナーガっていう敵キャラ出てきたりとかするんで、知ってる人はわかると思うんですけど、ナーガもね、やっぱりね、人の頭に蛇の体みたいな感じで、ゲームの中でも描かれてたりするんですね。いや、ゲームっていろいろ勉強になりますね。なので、インドでは龍イコール蛇。で、あとはその縄文時代だったり、古来の日本でも、まあ龍イコール蛇っていうような感じだったんですね。で、今のかっこいいドラゴンボールのシェンロン的な龍の姿っていうのは、中国がその龍な感じだったんですね。で、なので、まあそのインドからのナーガと日本の古来の龍写真と、あとはその中国からの龍と、まあ全てがこう合わさった、集合したのが今の龍神信仰みたいな風に思ってもらえたらいいのかなと思います。ただ、龍蛇神は、私の大好きな、国とこたちさんっていう神様がいらっしゃるんですけど、もうそれは話長くなるから、また別の動画にしようかと思うんですけど、国とこたちさんとか、あとはその、創造神っていうのかな、創生の神とか、そういうような、すごくこう、大いなる存在みたいな、位置に当たる神様も、龍蛇神っていう風に言われてたりするんですね。なので、龍蛇神っていうのは、すごくこう、大きなエネルギーを持った神様
様っていう側面もあるのかなと個人的には思っています。なので、まあ竜と蛇の違いについてまとめると、本質的には同じ部分もあったりするんですけど、時代背景だったり司るエネルギーだったり、まあ、もたらすご利益だったり、そういうのによってで竜か蛇か、まあ、どっち寄りなのかっていうのが異なる感じなのかなと思います。で、その竜と蛇のどちらのエネルギーもあって、よりその大きなエネルギーみたいなのが、まあ、竜邪神っていう風に私は感じています。はい、そんな感じで、まあ、私の考察とか思いも含めた竜と蛇の違いについての動画でした。見てくれてありがとうございます。これを見て面白いなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、もこでした。ありがとう。またねー。